はい、皆さんこんにちは。元気なおじいです。さあ、今回はアイリス大山再購入したね、冷蔵庫を検品して、おじい的には合格というね、もうファイナルアンサーの動画を作りたいと思いました。まあ、今回はね、ブラックを購入したら、本当あの冷蔵庫の上に傷があったりとか、ね、へこみがあったりとか、上から、中のね、これ、断熱材ね、飛び出てぐにゃってこう鉄板潰れてるわね、なんかよくわかんないのが届いたんだけども、ね、まあ、交換品はそれは気にならないね、そこのところのチェックの結果を皆さんに報告したいと思います。まずはこれね、冷蔵庫の左上のもうここもね、かったの中の断熱材がこう飛び出ていてね、この塵が合ってないっていうので、こうも、もうぐにゃっと圧力でこう揺れちゃってるしね、嫌でしょこんなの、ね、まあ、他に傷がある汚れがある以前の問題で、こんな状態で隙間があって冷蔵庫だしね、嫌だよねこんなの。これはさすがに交換してほしいっていう、ね、要望したら、交換はできないのでね、注文し直しということになります。で、今日白が届いて、黒も一緒にね、交換で持って行ってもらいました、大和さんにね。で、倉庫に到着したら検品して、ちゃんと返金してくれるものと信じております。で、今回届いたものはね、ここの部分がこれなんだけども、上から見たところなんだけどもね、ちゃんと綺麗な状態だね、まあ、これが本来の状態だと思います。で、ここのパッキンもバカになってないんでね、こうガバガバだったんで、ここもしっかりとしてるので、ああよかったってね、そんな感じです。で、冷蔵庫の中を見ると、ここにね、製造番号があります、ね、おそらく2023年6月に作った490番目の冷蔵庫だと思います。で、返却した、ね、黒い方、返却した黒の製造番号はね、2022年2212-00305、ね、なので、かなり古い。で、去年の12月作ったものがこのアイリス大山のこの大型冷蔵庫で、そんなにね、売れ残ってるわけがないので、これはもうやっぱり何かしらその怪しいなとおじいは思いました。で、タイムセールで、Amazon プライムセールか、プライムセールで購入した今回の黒いやつね、2212から始まる、ね、製品番号で、これがタイムセール終わった後に注文したら何が来たかわからないけど、とりあえず白を注文すると2306なんで、まだ作ったばっかの新しいものだなってね、そう思います。で、このね、アイリス大山のこれベリベリがね、ここだけ切れてる状態でこう貼ってあったでしょ、あれがついてないです。で、ついて ないけども、すごい綺麗です。傷一つありません。これが本来の姿ではないのかなとおじいはね思いました、うん、ね、ほら何にも傷がない、ここで全部ボディと一緒だもん。で、へこみもないね、綺麗です。よーく買ってみてもないです、もう擦り傷一つない、めちゃめちゃ綺麗。あんなに胃が痛くなってた部分、ああここはカットされてるからここから傷ついちゃうんだ、だったら黒よりも白の方が目立たないよねって白を選んだんだけど、そんな心配はいらない、綺麗なものが届きました、ね、これが本来の姿なんでしょう、ね、で、まあ、いろんなパーツ、これは冷蔵庫のこうパコンって開けるね、左上のところですね、まあ、ここら辺、まあ、見てこうちょっとこう白い塗装なので、まあ、多少見るとなんとなくちょっとこう気になるかもしれないけど、これはもう全然普通の清掃過程上で、黒だったら目立たないけど白だったら目立っちゃうっていうだけの話なんで、僕はもう全然関係ない、大丈夫ですよね。はい、こういう状態なんでね。
はい、まあちょっとこうで、これが気になる、そのなんていうのかな、この冷蔵庫のドアの左上のこのね、気になるなんか針でつついて下の下地の黒いのが見えてるような、うん、なんかね、わかる？ちょっと見えにくいでしょ。こんな感じで、ここはね、ちょっと目につくんだよ。これは白に黒だから、ね、うん、まあこんな感じ。まあ完全にこれはあの上の塗装なんで、まああの冷蔵庫の機能にはね、あの影響がない。まあ、保冷剤が飛び出たらちょっと嫌だけど、尻回ってないとかね。でもまあこれぐらいのちっちゃいものだったらね、まあ。よしとするよ。っていうか、このクオリティよりもいいものをあの引ける自信がない。ね、はい、であとこれ横からね、この左側の横からこう見たところで、そうすると白だとここの隙間がね、ここがちょっとこう気になるポイントだと思うけど、まあ、本来はこういうものだったんでしょう。ね、うん、ここも綺麗だよ、本当。あの黒のやつは1個と2個目のこの隙間のここのところがちょっと汚かったんだけど、これはね、間も綺麗でした。これね、ここはだからこうやってなんかあのこうなってるんだね。うん、ね、不思議だね。あの黒では分かんなかったけど、こうなってるよ。あれ黒って どうだったっけ。黒の場合はやっぱここに隙間があるんだね。でここはあんま隙間がないように見えるんだけど、一応そうなってるのかな。あのテープがね、くじいてた、ね、テープは剥がしました、ね、で右側です。右側面、ね、上真ん中下で、左側面の上真ん中下ね。ここはね、なんか穴に見えるけど、これはこういう構造なんで、こういう構造なので、まあこれここの隙間が黒いから目立たなかったっていうことだね。はい、そんな感じです。で、このもう一度ね、このアイリスを、まあ、全体的にこう見てみて、ね、真ん中も見て、で、この、ここのところ、ね、見て、ここの隙間もね、綺麗だったよ、本当、ね、前回なんか、気になったんだけど、ここのところがね、ちょっとこう気になったんだけど、ちゃんと綺麗でした、すごく。うん、ね。隙間も全部向いて、ね。よく冷えてるよ、うん、すごくいいよ、よく冷えてる、ねね、ドアの、ね、冷蔵の上真ん中、ね、下部分、ね、でドアのパッキング、ね、で入れるところ、ね、パッキングで上段中段下段、ね、でこの冷蔵のところとね、もうバッチリ、ね、で14時10分前の段階で、これね、左側面が 41.6 度頑張ってます、ね、41.5 度、ね、で右側は 39.5 度 39.6 度、ね、頑張ってます、ね、はい、ということで、まあこれがね、ロット番号から見ても新しいものであることは間違いない、ね、セールで買わないものはちゃんとしたものが、ね、
手に入る可能性が限りなく高い。まあ一個闇だね、これはね。黒のやつは、白もね、視聴者さんが言うには、ビリビリを取った段階で、上の傷に気がついたから、それですぐに返したかもしれないね、ってね、うん。なんだけど、一応でも箱のね、箱の、この梱包もちゃんとしてたしな、一応。まあ、あれは、これはもういくらでも後からできるから、まあ、わかんないけど、どうだろうね。だからそれを返されたもんじゃないのっていう、まあ、その考えもゼロではないけれども、どうだろうね。まあ、今回は、この中に発泡スチロールもね、固定の発泡スチロールも下までちゃんといろいろ入ったし、前回なかったんだよね、1個しかなかったんだよね。だからね、前回の方が本来あるべきものが欠けていたかもしれない。この隙間とかね、こう擦り傷がちょっと気になったんだけど、右上の擦り傷、ああここでは今ないか、こちらのね。で、あれは本当何なんだろうね。まあ後から気がついて返品したとかね。まあでも、アウトレットではないからね、わからないけど、でもとりあえず今回のやつは、まあ、ドアの上、ちっちゃい点ね、右側のへこみ、歪んでへこんでいるよりは全然いいし、で今回の白なんで反射がないしね、ないわけじゃないけども、もう気持ち悪い、テカリなんとかしてよっていうね、ゴクビリみたいな。それがなくなったので、本当すごくいい、やっぱ白がいいです。ね。まあ、だけど、アイリッシュ山の今回届いたものは、バッチリです。で、あと、保証書はついていなかったけれども、アマゾンのやつを印刷すれば、ね、本体1年保証と、あと、特別な部品5年保証はちゃんと対応できますっていうことだったので、まあ、保証書がない問題は、これアマゾンで買えばもう問題がないっていうことなんで、で、これはもう安心しました。ね。まあ、購入者の名前とか載ってるけど、まあ、元気なおじいで買ってるけど、配達も元気なおじいで来てるからね、本当ね。はい、そんなわけで、まあ一応ご報告です。で、今のところよーく冷えてます。で、今ターボがかかって、暑くなってます。ね。でも明日になったら、また落ち着くと思うので、ね。やっぱね、いいよ。すごく。改めていいなと思う。タイムシェルの時に購入して、ダメだったら、シェルが終わった時に再注文。ね、差額もらって、これが一番最強ではないかな、本当ね。まあ、ちょっとした、だからタイムシェルで買った人が、みんな変なのが、アウトレットが届いたかもしれないし、白の方どうなんだろうね。気になるけど、ね。はい、そういうことで、まあ、おじいは昨日の夜からね、いっぱいアイスとかゼリーとかあったのをね、いっぱい食って、朝から、昨日の夜から朝まで氷使ってね、麦茶飲んだりとか、ガバガバ使って、まあ、ちょっとでもね、溶けちゃってもいいようにしてね、ガバガバしてお腹がおかしくなってきてよ。はい、そんなわけで、またね、後日、安定したかどうかを報告したいと思います。まあ、今回の交換というか、再注文は、ちゃんとしたものが届いたので、ね、まあ、いい報告ができたのではないかなと思います。これで、あと何日後にね、ちゃんと返金対応、スムーズにしてくれるのか、ね、マニュアル保証書がくっついてない状態で返却したんで、ね、まあ、欠品扱いにされない、されないよとは一応言ってたけども、全部記録に残ってるんで、ね、ちゃんと全額返金来るまでは、なかなか信用できない。ね、はい、以上でございます。ね、連続シリーズ、ね、これで一回、まあ、一段落かなって感じはします。ね、ダメだよ、おじい、左上のあの点の傷許せねえってね。
なんかいるかもしれないけど何かいたよ、何かいたよ、一人ね、返品したね。でも返品したとしても綺麗だからね、本当ベタベタ指紋ついていないし、ね、綺麗なんで、うん、中も気になるものもないし、ね、使って返されたものではないし、調子はいいんで、ね、まあ、気にしないです、ね、そこまで、そこまで、皆さんおじいをどう見てるか知らないけど、そこまでケチつけたりしないよ、おじいは。広い気持ちでね、温かい気持ちで、ね、対応しております。はい、以上です。最後までご視聴いただきありがとうございました。またね、バイバイ。